はい、皆さん、こんにちは、ぜんちゃんです。さあ、5月22日、TS 期待してた方もいるのかなと思うんですけど、残念ながら TS は今回は来ませんでした。その代わり、10連福袋と、野手の高打者枠ですね。高打者が追加されています。で、来たのがグレードアップスカウト。イベントがホームランダービーになっています。福袋はね、ないだろうと思ってたんですけど、かなり、予想外でした。今回はこの10連福袋を50連引いていきたいと思うんですが、その前に、こちらをご覧ください。どうぞ。それでは、この動画がどこで使われているか分かりませんが、10連の、戦力強化スカウトが残り30連引けるので、そっちを引いていきたいと思います。それでは70連目です。前回ですね、狙いの中川選手を引き当てることができなかったので、中川選手狙いです。で、中川選手以外だったら、宮西選手かモイネロ選手か平井選手ですね、マルティネス選手は引けたので、そこら辺を狙って引いていくことになります。さあ、一応飛んで、でも笑ってくれた。これで、S30 引けたら S30 ってなんだ 30% 引けたら中川選手取れて、他はここじゃなかったしたら他に欲しい選手がいるので、宮西選手がいるのでそっち狙いに行きます。おお、ジャクソン、あれ今回違うよね。今回ジャクソンだっけ。お、2枚引きかと思った。どっちだっけ最後。うん、 A ランク。さあ、 A ランク3枚に S ランクとなかなかの引きができたけど、ロッテはハーマン選手ですよね。全然 30% が引けません。さあ行きましょう。80連目。さあ飛んで、もう一度調子くん。うわー、笑わない。おっと、 A ランクマクガフさんに、渋いな。なかなか狙いの A ランクも来てくれないんで最後。それではこれがラストチャンスになります。引いていきましょう。これで中川選手引けなかったら、結構まずいよ。結構まずいことになってるよ。こんなに 30% を外し続けることってなかなかないからね。さあ、今のところ流れ星以外は確定演出ではありません。さあ、笑ってくれて、どうだろう、途中で引けないかな。うん、 A ランク。渋。めっちゃ S ランクは出るな。S ランク出るけど 30% ってこんなに引けないもんなんだ。それでは、最後のチャンスです。中川選手お願いします。もう本当に欲しいんです。巨人純正で、中継ぎを強化するためにもお願いします。来い。お願い、かぶるな。というわけで、中川選手を引くことができませんでした。もう 30% とことん外しまくりましたね。かなり、ショックなんですけど、まず福袋を引いていく前に、今回追加された高打者をざっと見ていきたいなと思います。まず西武メヒア選手。去年のシリーズ2と何の能力変化もありません。称号次第でパワーが A 乗ります。守備適性がファーストが D、裏捨てが EEC、特殊しても変わりません。特能が超パワ比、チャンス対左。西武純正やってるんですけど、個人的には A ランクもいないし、やっぱりファーストは山川選手になってくるので、今回そこまで狙いの選手ではないのかなと思います。続いてホークスデスパイネ選手。ミートとパワーがプラス1ずつ上がっています。で、守備適性もですね、元から D 乗ってますし、一番変わったのはここです。広角打法がついています。いや、ようやくですね。今年はつくだろうと期待してたんですけど、無事ついてくれました。超パワー非広角チャンスですね。かなり、強い特能になってくるので、今回は狙いにはいかないんですけど、今後確実にゲットしたい選手にはなってきます。続いて楽天ウィーラー選手。ウィーラー選手もミートとパワーがプラス1ずつ上がっています。大きく変わったのはここですね。守備適性が C の69、特殊をしてあげることによって適性は B 乗っけることができます。適性 B 乗っけてあげることはできるんですが、補給とスローイングが F ということで、ちょっと守らせるのは怖いかなという感じにはなってきます。いくらですね、守備範囲が広くてもサードで補給 F、スローイング F、 これかなりエラーが増えると思うので、あまり、守らせるのはおすすめしません。特殊能力は超パワー比、プール比、逆境、ここは変わっていませんね。続いてロッテ清田選手。今年 TS で来ることが予想されるんですが、能力自体は前回と比べてパワーが3上がっています。ただ完全総力型なので、リーグオーダーでは使いづらくはなってきますね。適性が左から CDC、 裏捨てが CDB、 特殊しても特に変わる能力はありません。特殊能力がチャンス20丸、流し打ち満塁男、特能はまあまあいいのかなと思います。続いてファイターズ清宮選手。能力の変化はありません。守備能力はファースト適性が2上がってますね。特殊をしてあげることによってファースト C は狙うことができます。特能チャンス20丸、プルヒッター人気打者、ファイターズ人気ついてる人多いですね。杉谷選手もついているので、ここはかなり特殊なのかなとは思います。続いてオリックスロドリゲス選手、今年初めて登場する選手です。守備的性がファーストがいい、全部いいですね。ただ特殊をしてあげることによってファースト D は狙えますが、ここもですねウィーラー選手と同様裏背がちょっと低すぎるので、守らせるのは怖くはなってきます。特殊能力超パワー比広角固め打ち、特能、かなりいいです。やっぱりね広角がありますし固め打ちも持ってるので、使うなら DH で上位打線なのかなと思います。続いてジャイアンツ楊大寛選手、パワーがマイナス1になってるのでパワーと走力の同値にはなってませんが、ミートプラス2パワープラス1で全同値は狙うことができます。適性が左から DCB、 裏捨てが DEC、 以前はレフト適性が59で、特殊してあげることによって C 狙えたんですが、今回からできなくなっています。特能が代打の神様、固め打ち逆境、特殊能力は弱くなってますね。チャンスが固め打ちに変わっています。やっぱりね代打系の特殊能力を持っている選手で、固め打ちっていうのは、かなり発動条件が厳しくなってくるので、スピリッツは低くなっちゃうんですけど以前の方が強いのかなと思います。続いて DeNA ロペス選手、今回の好打者枠では一番の目玉の選手になってるのかなと思います。ただ、ミートがマイナス4、ここがちょっと痛いですね。そしてサード適性が完全になくなっていますが、サードで使うことは特にないと思いますし、安定のですね裏背の高さを誇っているので全然スタメンでも使えると思います。特の超パワー比プルヒチャンス、ここは変わっていませんね。特殊能力はそのままです。続いて阪神マルテ選手、かなり上がっています。ミートがプラス6、パワーだけ下がってますね。パワーがマイナス1、走力もマイナス4、ただミートが B 乗ってるのはでかいのかなと思います。そしてサードとファースト適性が C、 サード適性めっちゃ上がってますね。サード適性12上がってます。で裏捨てが EEB、ここもウィーラー選手と同様ですね。EE もかなり怖いので、使うなら DH か代打の方がいいのかなとは思います。特能超プルヒラインドライブ選球眼、ここは特に変わってません。特能は強いです。続いてカープメヒア選手、今回ダブルメヒアが搭載されているわけですが、能力自体の変化はそこまでありません。適性も5857、裏捨てが EFC、特殊で補給が D ストライングが E 乗るんですが、そこまで高い数字ではないと思います。ただ特能がめちゃめちゃ強いんですよね。超広角ラインドライブチャンスメーカー、特能鬼強なので、1番バッターで使うことをおすすめします。続いて中日アルモンテ選手、アルモンテ選手もかなり強いです。ミートとパワー同値狙うことができますし、レフトとライト適性が D で、特能超アベレージヒッター流し打ち走塁、チャンスメーカーが完全になくなってるんですが、チャンスメーカーよりは阿部比の方がどう考えても強いので強さ健在なのかなと思います。アルモンテ選手の場合ですね両打ちなので、そういった面でもかなり使いやすいですね。そして最後ヤクルト荒木選手、正直他の選手と比べると能力が見劣りするのかなと思います。元から B 乗ってる能力がないので、そこは仕方ないと思うんですけど、これだけ複数ポジション守れるのは今回唯一ですね。ショートとキャッチャー以外守ることができます。特の、チャンス20丸代打対左、使うなら代打になってくるのかなと思います。以上が今回追加された打者になってくるんですけど、今回ですねどこで引こうか迷っていて、まず純正をやってるホークス、ここはですねもう過半数 S ランク持っちゃってるので、もうちょっと S ランクが追加されてから引きに行こうかなとは思ってます。で次の候補がファイターズ、ここはですね持ってない選手ほとんど欲しいので、ファイターズで引くのもありなのかなと思ってます。で次に巨人ですね、ここも半分 S ランクの選手当ててるんですけど、さっき見てもらった通り戦力強化で中川選手引けなかったので、ここで狙いに行くのもありなのかなと思ってます。そして最後の候補が中日、中日も持ってない選手ほとんど欲しいので、中日で引くかどうかも悩んだんですが、今回はこの球団で引いていきたいと思います。それが、巨人です。やっぱり中川選手、沢村選手、他で言うと坂本選手、菅野選手、ここら辺はねリーグでも純正でも結構必要な選手になってくるので、ここはそういった選手を狙って巨人で引いていきたいと思います。で今回結構特徴的ですね、購入2回目で S ランク選手1人確定か、大体福袋って購入1回目で S ランク選手1人確定なので珍しい。てか交換音入ってなくね、ちょっと交換音入ってないですね。ちょっと次、アプリ落としてやり直します。すみません、これ全然面白くない。スキップします。それではすいません、ちょっと仕切り直して撮ってます。ちょっとね今 AirPods のねなかなか接続が悪くて音が入ってなかったんで、もう1回撮り直してます。さあ、2回目から S ランク確定です。で今ですねTwitter でちょっと面白い企画というか、考察系のいろいろとなんか企画やってるんで、ぜひTwitter まだフォローしてないよって方は実際にちょっとフォローして見てみてください。まあ、いずれねその件に関して動画は出そうかなと思ってるんですけど、今までね知らなかったかなりちょっと笑わないの面白いことを知れたので、まあ、実際に確かめてほしいなと思います。さあ餌欄確定、ただ購入10回目までは来そうにないですね。おお A ランクか。それでは、最初の S ランク確定いきたいと思います。お願い誰か来い。おお宗選手。それでは、ここからが勝負になります。さあ購入3回目、 S ランク自チーム選手1人確定。やっぱり、巨人重生を進めていく上では、まあ、ニューの選手が一番なんですけど、まあ、その中でも、さっき挙げた4人の選手かなが出てくれるのが一番強化につながります。特に沢村選手と中川選手が出てくれたらかなり強化につながるので、さあ2枚引きとかでもいいよ。さあここ最近引きはかなりいいと思うので、さあ確定外から今のだけかな、今のだけっぽいな。そうですね。それではまず勝負の30連目いきたいと思います。お願いどっちか来い。おわーかぶった。ダメだめっちゃかぶっちゃう。きついな。それでは40連目、確定はないですね。いやーきつい。めっちゃかぶる。なんか巨人の引きだけあんまり良くないんですよね。それ以外の引きは完璧なんですよ。で昨日生放送でねキャラバンじゃないなんだっけコーダの達人の、イベントの累計を獲得して、まあ、30% と 10% 引いたんですけど、森選手が出てくれました。いやーね本当に他の球団の引きはいいんですけど巨人だけマジで悪い。そして今回もなかなか悪いよ。それでは、最後50連目これで終わりたいと思います。これで本当に中川選手沢村選手引けてくれお願い。その2人じゃなくてもいいから、ニューの選手は引いてくれ。もうかぶりすぎてつらい最近。あやばい適当に押しちゃった。まあいっか。さあ今回2枚引きもしてないので2枚引きも狙っていきたい。三島選手の写真かっこよすぎません？もうガッツポーズ。今回ね基本的に外国人選手の写真もかなりかっこいいです。さあ高梨選手でおっしょ、ケイデスパイネデスパイネ。ほらホークスとかのね引きすごいいいんですよ。他球団になってくるとまさかのデスパイネここで来るか。それでは中川選手が沢村選手お願いします。どっちか来い。おっしょケイ。よし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 。これはねでかいしデスパイネ引けたんで、いやこの引きはかなりいいですね。というわけで、巨人の選手もかなりいい感じで選手名鑑は埋めれてます。まあ、いろんな純正やってるので、まあ、これからね、他の球団の強化もどんどん進めていきたいなと思います。まあ、先ほどもちらっと言ったんですけど、まあ、Twitter であることをやっているので、まあ、ぜひ Twitter 見たことない人はフォローして覗いてみてください。この動画が良ければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは皆さん、さよなら。